ちゃん？悲しそう。何か悩み事？悩み事か。そうだね。そんなところかな。ラティカちゃんも知っているお友達のことで悩んでたんだ。プレゼントを一緒に買ったお兄ちゃんだよ。お兄ちゃん？お兄ちゃんがどうかしたの？彼と敵同士になってしまっていてね。でも彼がとても素晴らしい人間だってことは分かっているんだ。彼はね、ただ敵を切り伏せるだけではなく、救うことを考えて動いていた。敵を殺す方が楽な戦いで、敵兵の命を奪わずに救うという難しい行動を行っていた。誰にでもできることじゃない。ラティカちゃんには少し難しい話だったかな。わかるよ。パパが前に言ってたの。本当にすごい人は敵を倒す人じゃなくて、みんなを救えるものを言うんだって。ミンザー教がそんなことを？そうだね。本当にすごい人なんだ、あのお兄ちゃんは。だが、その彼とも今は敵同士なんだ。お姉ちゃんはお兄ちゃんと戦うの？それが私の務めだからね。そんなの変だよ。二人はお友達でしょ。ラティカの大事な友達だよ。お姉ちゃんだってお兄ちゃんのことが嫌いじゃないでしょ。ああ、嫌いではないよ。むしろ、いや、尊敬できる人物だ。だったら喧嘩なんかしなければいいのに。そうだね。そうはいかないんだよ。私は軍人なんだ。ラティカちゃんの言うようにはできないんだ。お姉ちゃん。ねえお兄ちゃん、お姉ちゃんと戦うことになっても忘れないでね。二人とも本当は仲良しなんだもん。お兄ちゃんはすごい人だからできるよね。Thank you.
よ。はい。できました。これで依頼を果たせました。ありがとうございます。敵対することにはなったが、民のためを第一に考えるできた男だったな。はい。こちらは魔導法を失い、奴らは指導者を失ったか。しかし彼の兄であるクリストファー・オーディネルが後を引き継いだようでございます。そのクリストファーとやらの実力はどうなのか。士官学校を中退したということは聞いているが、在学中の成績は弟アルフォンスに勝るとも劣りませんでした。しかし体が弱いらしく、いつも実技だけの見学でした。直接対決さえしなければロイヤルガード級ということか。賞賛はあるか、シルネル教。はい。レブラントを足がかりにオーディネル軍の背後を塞ぎます。正面にはディルクハイム軍がいるため、オーディネル軍は攻撃される形になります。こうして動きを封じておき、本体の中、守りが手薄なオーディネル領を落とします。任せるぞ、シルバネール卿。はI'm not afraid to die.
何か分かりましたか？実はこの町にね、なるほど、だから本人かどうかはあなたが会ってみるしかないの。わかりました。決まりね。それじゃあ私はさっきの家に行ってその女性を呼んでくるわ。あの、カタリナはどんな状態なのでしょうか？情けない話ですが、今になって彼女に会うのが正しいのかわからなくなりました。もし本当にカタリナが生きていて、それは嬉しいのですが、私が知っているカタリナからあまりにも違っていたら。彼女を捨てるというのかい？スオブさん？コンラッドさん、あなたは本気でカタリナ城に会いたいんじゃなかったのかい？だからカタリナを探しているという探偵さんたちに記事に載せるつもりだった大切な情報を教えたんだ。どうやらとんだ思い違いだったようだね。そんなことは。それならどうして逃げようとするんだい？傷ついた彼女を救えるのは君だけだと分かっているはずだ。私は。そうです。私は彼女を愛しています。たとえどんな状態にあっても私は彼女と共に生きたい。そう、その言葉が聞きたかったんだ。お待たせ、連れてきたわよ。お探しの方かしら？え、カタリナ？僕だよ、コンラッドだ。君を迎えに来たんだ。コンラッド？そう、君の婚約者のコンラッド・エイムズだ。コンラッド？一体私は何をしていたのかしら？君はトロックメアが破壊された時、海に投げ出されてマーキュレイまで流されてきたんだ。そうよ。あの時私必死で板にしがみついて、もう二度とあなたに会えないかと思って。よかったコンラッド。彼女がこんなに話すのは初めて見たわ。そうだわ、私ずっとあなたにお世話になって。気にしなくていいのよ。それよりも元に戻ってよかったわね。さてスオーブさん、このこと記事にするつもり？言いたいことはわかるよ。僕だって彼らの幸せを願っているんだ。でもね、こんなに嬉しいニュースは久しぶりなんだ。世の中の人々は戦争の話題ばかりになっているからね。みんなに希望を与えるためにもぜひ乗せたいんだ。コンラッドさん、カタリナさん、もし君たちがよければ仮名にしてこのことを記事にさせてほしい。君たちに迷惑をかけたりはしないから。カタリナ？構いませんわ。私もこのことを皆さんに伝えたいんです。戦争は私たちを引き離しましたが、それでも変わらない、変わってはいけないものがあるって。ありがとう。それじゃあ早速記事を書かなくちゃ。縁があったらまた会おう。皆さん本当にお世話になりました。何と言っていいのか、本当にありがとうございました。依頼は大成功ね。協力ありがとう。なんだかすごく気分がいいわ。でもいいわね、愛し合える相手がいるって。なんだか二人ともすごく輝いて見えるわ。
羨ましいですね。そうね。私も、私を本当に愛してくれる人がいれば、あんな風になれるのかしら。あら、面白い冗談ね。でも、あなただったら考えなくもないわよ。もうちょっと頼りがいのある男になったらね。さ、行きましょう。